い、こんにちは、セナスケです。今回はですね、じゃじゃん、こちらの HG の量産型ズゴックくんをですね、アニメ風に塗っていきたいと思います。いやー、量産型ズゴックくんいいですよね。可愛くてかっこよくて。そうだ、皆さん、私どれぐらい前かな、1ヶ月前とかに、アニメ風に塗った HG のゾックの動画ね、公開したんですね。その動画ね、たくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます。今回もね、あのゾックの時のようなかっこいい仕上がりのズゴックくんを皆さんにお見せしたいと思います。頑張って塗りますよ。ということで作業始めていきましょう。で、今回使っていく塗料は、シタデルカラーです。私がいつも使っている塗料ですね。おなじみだね。うん。じゃあ、始めていきましょうか。はい、ということで今回塗っていく HG の量産型ズゴックくんです。こんにちは。かわいいね。ピコ。で、これがね、今回使っていくシャデルカラーです。水性塗料で乾くのがとても早い、匂いも少ない、使いやすい塗料となっております。それではもうガンガン塗っていくわよ。まずはね、影入れからやっていきたいと思います。はい、それでは胴体にね、がっつりと濃い影を入れていきたいと思います。今回もね、しっかりとボックスアートをね、見本に塗っていきたいと思います。やっぱりね、特定光源、どこから光が差し込んでいるのかっていうのが、とても重要だなと、このアニメ塗りに関してはね、やっぱり思いますので、そこにね、もう私、忠実に塗るのが結構苦手なところがありますので、しっかりとね、塗っていきたいと思います。意識しながらね、はい、どんどんバシ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 今ね塗っていってますね。いい感じでもうサクサクと進んでます。あー、やっぱね、影入っただけでも全然ね違いますね。やっぱり見た目がね、あ、かっこいいじゃない。いい。今ね、綺麗にね、ダクトの中もね、塗っていってますね。このダクトの中ね、塗るのね、何気に難しいですよね。ちょっとね、胴体とはまた、色味の違う影の色で、塗っていってますのでね。これちょっとはみ出すの嫌だなぁ、なんて思いながら今塗ってるところなんですね。はい、どんどん塗っていきましょう。しっかりと濃い、紺色って感じのね、色ですね。しっかりと塗っていきますね。バシバシと影をしっかり入れてあげると決まります。このね、腕にもがっつりと影を落とし込んでいきます。この影入れ作業本当に大事なんです。ハイライトを入れる作業もやっぱり重要なんですが、この影入れがしっかりと決まらないとやっぱり全体のバランスがちょっと歪な感じになってしまって、あれなんかアニメっぽく見えない、二次元っぽく見えない、そういう風なね、仕上がりになってしまう可能性が出てきますので、影入れではあまりね、侮らずに真剣にやっていきましょう。はい、いい感じで進んでますよ。影の部分とハイライトの部分、どっちの方がこのモデルの中でね、塗る範囲をどっちの方が多く占めるかと言いますと、影の部分の方がやっぱりね、塗る範囲が多いんですね。なのでやっぱり全体のね、イメージを作っていくっていう意味でも、影入れはしっかりとうまく仕上げたいなというふうに思いますよね。はい、いい感じで、でも今進んでますね。足の部分もね、しっかりと。足にはね、グレーっぽい色のね、影入れをしてますね、私ね。はい、それでは、影入れが大体終わりましたね。いかがでしょうか。ではね、ここからはハイライト入れていきたいと思います。全体にね、綺麗な明るい色を入れていきます。この頭の部分にもね、つるっとした綺麗なハイライト、これでね、ツヤ感みたいなのがね、出ますのでね、しっかりとハイライト入れていきましょう。肩にも入れていきましょうね。こんな感じで腕にもね、ガンガン入れちゃいますよ。もうがっつり、もうがっつり、これね、怖いんですよね、がっつり入れるのって。なんか勇気いるんですけど、はい、こんな感じで思い切ってね、ハイライト入れてまいりましたよ。いかがでしょうか。はい、この腰回りにもしっかりとね、ハイライト入れていきましょう。順調ですね。
全体にハイライトを入れ終わったら、今度はまた全体に黒い細い線で縁取りをしていくっていうね、工程が待ってます。私はね、その黒い線で縁取っていく工程っていうのがすごく好きなんです。なんかね、楽しいんです。達成感がやばいんです。はい。で、全体の縁取り終わったら物合い書いて完成という感じなんですね。サクサクっとね、進めていきましょう。これね、実際はね、結構時間かかってるんですけどね。はい。じゃじゃーん。いかがでしょうか。全体にね、ハイライトが入りました。もう、だいぶいい感じですね。で、ここからさっき言っていた黒線をね、どんどん入れていきます。この黒線が入ると、だいぶ印象変わってきますよ。ぐっとかっこよくなります。もうアニメっぽくなります。いい感じで、もうぐぐぐっと入れていきましょう。よしよし。いい具合、いい具合に、この辺ね、ちょっと難しい。線がいびつになりがち。いびつな線よりも、もうスッとまっすぐ綺麗な線を引きたいというね、そういう気持ちでちょっと頑張っていますね。あ、見てください。全体に黒線引き終わりました。おー、バキッとしたんじゃないでしょうか。はい、ここからは物合いを書いていきますわよ。まずはね、赤紫色で丸いね、形を作っていきます。こんな感じでね、丸く塗っていきますね。で、この上にどんどん明るい色を重ねていって、ぼわーっと光ってるような感じっていうのを表現したいと思います。どんどんね、ピンク色になっていきますね。上に乗っていく色はですね。で、最後はね、もう白色まで入れてしまいます。そうすることで、もうパキッと、ぼわっと光ったような、そういうね、物合いが完成しますよ。はい、どん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 明るい色塗っていってます。この物合いが完成したら、もう、ズボックくんの完成ということですよ。嬉しい。やっぱり完成に近づくとドキドキします。達成感がね、すごいんですよ。やっぱり完成した時はね、毎回ね、もう感動的な達成感です。はい、それでは、どうでしょうかね。じゃじゃーん、完成しました。いかがでしょうか。めちゃかっこよくできたのではないかと思います。いいじゃん、いいじゃん、かっこいいよ。あー、いいね。こうやってやっぱ白背景の中にポツっておくとね、なんか不思議な感じしますよね。平面のような、そんな感じ。おー、いやー、満足じゃー。皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。ぜひ感想をね、この動画のコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいなと思います。そして他にもね、私こういったアニメ風に塗ったガンプラの動画いくつか公開していますので、よかったら他の動画もご覧になっていただけるといいなと思います。他に塗ったガンプラっていうのはね、まずね、確か初めて塗ったのがSD ガンダムのアースリーだったね。アースリーガンダムの動画。これね、初めてだったのに、すごくうまくいって自分でめちゃくちゃ感動したんです。よかったら皆さんご覧になってくださいね。他にはですね、HG のゴックだったりとか、HG のヤクト動画、アニメ風に塗ったよっていう動画あります。ぜひね、皆さんどれもご覧になってくださいね。とても面白い内容になっていると思います。ズゴックくん。あのね、前に塗ったゾックもそうなんだけど、丸みのあるモデルって、アニメ塗りするの結構難しいなと、やっぱり思いますね。こう、丸ってしてる部分がね、アニメ塗りでとても重要なポイントの、黒い細い線で縁取りしていくっていうのがね、この丸っとしてる部分には、縁取りできないんですよね。なので、その縁取りできない分、影の入れ方とかハイライトの入れ方で、アニメらしさっていうのをね、表現していかなければならない。黒線に頼らないで、表現するっていうのがね、意外に難しいんですよね。ですが、なんとか、今回のズゴックくんもうまく成功したと思います。これね、失敗することあるんですよ。私ね、失敗しちゃった時はね、動画にしてこうやって YouTube で公開してないので、失敗しちゃうことも実はあるんです。失敗して、これ動画にできねえな、どうしようかな。でももういっぱい練習させてもらおう、みたいな感じで、すごいね、塗り込んだりしてます。もう全然違う方向でね、完成しちゃうこともあるんですけどね、お蔵入りにはなってるんですが、どうしてもね、自信がない作品は。
ということで、今回も皆さん見てくださってありがとうございました。ぜひ高評価押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録もしていただけるといいなと思います。それでは今回はこの辺で、じゃあね、またねー。